こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ無料で売れるものの仕入れ先は分かりません、売れずに商品をリサーチするコツとはというテーマについてお伝えします。それでは早速行ってみましょう。していただきます。無料で仕入れるコツなんですけど、まずですね、まず無料というよりもですね、ジャンルをですね必ず絞ることなんですね。で、まあ、セーラーですね、例えば時計、スニーカー、財布、スマホ、カメラ、何でもいいんですけど、これをですね、稼いでる方ですね、これを無料でね、彼らどういうふうに調べてかってことで無料で調べることができるんですよ。はい。なので、まずですね、こういった商品を出す、こういった商品の中で、まず一つにですね、絞った方がいいです。得意なものぜひ絞ってください。で、決まったらですね、まあ、稼いでるセーラーですね、これ無料でね、調べることできますので、まあ、メルカリならメルカリね、で、マークして調べていただければいいかと思います。その際ですね、メルリサーチですね、あとオークファン等で調べていただき、データですね、出てきますので、ぜひ調べてみてください。そうしますとですね、売れ筋商品にありますので、まあ、仕入れていただければいいかと思います。はい。ではですね、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、10万円稼げマルチマニュアルですね、プレゼントします。登録していただく際にですね、どなたかわからないので、ニックネームまたはですね、スナップお願いします。よろしくお願いします。では本日は最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。